校舎と運動場島市立磯部小学校は、三重県島市磯部町襟原1275番地に、ある、公立小学校。学校の通称は、磯小。2013年5月1日時点の児童数は293人で、島市内では、島市立浮方小学校に次いで2番目に多い。学級は一組 A 組など、数字やアルファベットではなく、 伝統的に松組など小畜梅で表現するという特色がある。また PTA に相当する組織は愛育会と称する。児童数が多かった頃は小畜梅に続き桃組、桜組があった。最盛期は1940年頃で約1500人の児童が在学した。また坂崎文庫を島市磯部町坂崎1017番地に設置していたが、 2016年3月31日に正式に廃校した。1996年時点の児童数は、本校が17学級480人、坂崎文校が2学級12人であった。運動場は、グリーントップと呼ばれる、水はけを良くするための砂利が敷かれているため、うっすらと青緑色をしている。高知内に、磯部養保園と電子機順天がある。 1875年、学生の発布により、各村に学校が設置された。すなわち、五地学校、靴掛け学校、山田学校、上野郷学校、下野郷学校、飯浜学校、襟原学校、築地学校、穴川学校、坂崎学校の11校である。これらの学校は、多くが村内の寺院に開設され、 下野郷学校と江リゲ学校は二つの施設を曲がりしていた。1883年には学校統合が行われ、磯部学校と幼利学校の二校となった。磯部学校は江リ原村に設置され江リ原村、山田村、上野郷村の児童が本校に通学、ゴチ村、靴掛け村、下野郷村、坂崎村の児童は村内に置かれた文教場に通学した。 幼なり学校は、狭間村に設置され、狭間村と、穴川村の一部の児童が、本校に通学、築地村と穴川村の児童は、村内に置かれた文校に通学した。1886年、磯部べ人上小学校と、築地じ人上小学校の2校となり、磯部べ人上小学校は、下野号と狭間の2分教場、飯浜、坂崎、穴川、 三里の四簡易事業所を有した。1892年には二校は解体され、六つの尋常小学校となった。すなわち、磯部尋常小学校が、蛯原尋常小学校に改称、坂崎簡易事業所が、坂崎尋常小学校に改称、穴川簡易事業所が、穴川尋常小学校に改唱、三里簡易事業所が、三里尋常小学校に改称。 下野郷文教場と、飯浜簡易授業所が統合して、磯部尋常小学校、狭間文教場と、築地尋常小学校が統合して、修養尋常小学校となったのである。1900年に授業料が廃止され、それまで男子は米2章、女子は米1章分かかったと言われる、授業料が不要となった。三里尋常小学校は1903年に分裂し、 高知人上小学校といざ人上小学校となった。各地区に学校が設置されていたため、教育環境は厳しく、複式教授や二部授業などで急場をしのいだ。磯部小学校として統合されるまでの各地区の学校の変遷を示すと、以下のようになる。磯部高等小学校玉泉案、人上小学校とは別に、 島高等小学校第四分校が1895年に、磯部村狭間の玉泉庵に開校した。島高等小学校は、小堆市郡阿護郡の町村組合律の学校であり、第四分校の校区は磯部村、宇方村、浜島村であった。1898年に、磯部高等小学校として独立、宇方分校と浜島分校を置き、1902年には、 農業補修課を設置した。磯部尋常小学校と統合する1912年まで存在した。磯部高等小学校の開校から統合までの卒業生は男子545人、女子88人であった。小学校例改正により義務教育が6年に延長され、1908年から磯部村内の尋常小学校を統合することが議論され始めた。 村内七つの校舎増築と教育費増大という、金銭的負担が理由である。これに対して、反対陳述書が出されるなどしたが、時の村長、坂本翔太郎は、市村はじめ公主義を貫き、一票差で、統合議案は可決され、1911年4月1日に、村内の七人上小学校を統合して、磯部人上小学校を設立した。 旧江リハラ尋小学校を仮の本校都市、五次、伊蔵、飯浜、築地、坂崎の五分教場を置いた。翌1912年には、磯部高等小学校と合併し、磯部神城高等小学校に改称、新校舎の着工に至った。当時、江リハラ1275番地を本校都市、五次、伊蔵、飯浜、築地、坂崎、収容。 穴川、エリハラ、下野郷の9つの仮教場を置いた。仮教場へは尋常科4年生までが通い、尋常科5年生と高等科生は、本校通学、尋常科6年生は、エリハラと下野郷の仮教場に分かれて通学した。1914年3月8日、新校者落成式が挙行された。同日の午後には、運動会も開催され、 村民一同で落成を祝した。新校舎は平屋建てで12教室と職員室、児童読書室、宿直室、休養室、用務員室、物置室、応接室、機械室は法案電を有し、校庭には農舎と実習地があった。さらに古地、伊蔵、飯浜、築地、坂崎の5分教場を設置していたことから、当時の三重県では稀に見る、 大規模校であった。また、当時の校長の学校経営手腕と教員の熱心な教育研究により、三重県内各地から参観者が訪れるほどであった。1919年には尋常化6年と高等化2年が、初めての修学旅行に出かけ、2泊3日で、奈良、京都、大阪を周遊した。他に運動会、学芸発表会、字の記念日にちなんだ。 早やおき会などの学校行事があった。1921年には、公道が新築され、一部は、教室としても利用された。1924年5月13日、磯部村議会は、三重県庁へ高知を横断する、三重県道と馬浜島線の改修を要望して、利用され、1928年には、高知の拡張渡航者の増築を行い、学校環境の整備を進めた。 1941年4月1日、磯部村国民学校に改称する。昭和初期は、発行一部と書かれた奇跡の上に、日の丸がはためき、教育直後報読が増え、終身教育のために、二宮金次郎の銅像が、卒業生から寄贈され、軍国主義が浸透していった。太平洋戦争が始まると出生兵士の見送り、体力連成。 校庭でのサツマイモ栽培が行われた。校舎のほとんどは森系部隊に接収され、雨の日は廊下で、晴れの日は近くの放置宮で授業が行われる状態であった。戦況厳しい中、時の村長、前田林蔵は平和な時代が来て、高地を拡張できるよう、小学校の北側の土地を損有地とした。後にこの損有地は、 磯部村立磯部中学校の校地として利用されることになる。1947年、磯部村立磯部小学校に改称同年開校した磯部中学校に校舎の一部を対応した。1949年に、磯部中学校は新校舎の落成に伴い移転するが、代わりに、三重県島高等学校磯部校舎が、磯部小学校の校舎を借用した。 1951年12月6日に校舎は返還された。1951年校舎を増築する。同年10月6日には昭和天皇が島地方に行校した際、磯部小学校が工芸場に指定され、多くの住民が天皇を迎えた。1955年合併による磯部町発足により磯部町立磯部小学校に改称する。 1964年には運動場を整地し、現在の高地が形成され、同年には、磯部町立磯部幼稚園が併設された。同年9月26日には、伊勢湾台風の被害を受け、本校を鉄筋コンクリート3階建てに建て替え、文校の本校への統合を進める一員となった。1965年から1967年に、かけて3期かけて、 本館建設工事が行われ、1968年5月15日に、新校舎が完成。翌1969年3月10日、体育館が完成した。建設予算は4300万円であった。1967年12月4日には、当時の島群発となる歩道橋が、磯部小学校前に設置された。同年には障害児学級を設置している。 1972年4月17日、磯部町学校給食センターが、磯部小学校内に開設され、完全給食が始まった。環境整備は続き、1976年9月4日に、夜間照明が設置され、1980年には1979年に、移転した磯部幼稚園が土地に、図書館が新築された。 1987年から1989年に3期かけて校舎の大改造工事が実施された。文校の縮小級、坂崎文校多くの文校を有した磯部小学校は戦後順次本校へ統合していった。その背景として、伊勢湾台風による被災と校舎の老朽化という設備面の課題と教育効果を高めるという教育面の課題があった。 まず1967年4月1日に後、地文校を休校して、本校通学とし、1969年4月1日に、坂崎文校の5年生以上を本校通学。翌1970年4月1日に、飯浜文校の3年生以上を本校通学。1972年4月1日に、伊雑文校を休校し、全員本校通学。 1973年4月1日に築地文庫を休校し、全員本校通学とした。後地、以蔵、築地の3文庫は1980年8月12日に廃校式を行って、正式に廃校。1989年に飯浜文庫も廃校となった。こうして平成まで残ったのは坂崎文庫のみとなった。 坂崎文庫は1981年2月21日に校舎が新築されている。取り壊される図書館2004年10月1日合併により、島市が発足、島市立磯部べ小学校に改称した。2008年6月11日、三重県の小学校では初となる囲碁教室が開かれた。2009年、島市は 小中学校の再編計画を発表、磯部町内の三小学校を統合し、磯部小学校に新校を設置するため、校舎と体育館の改修と図書館の取り壊しを行うと発表した。そして2010年に坂崎文校が休校した。その後、松屋小学校は、う方小学校と統合することとなり、2016年4月1日に、正規小学校と統合することになった。 統合に伴い、2016年3月25日に、閉校式を挙行して、3月31日をもって、一旦、閉校した。また、坂崎文校を同日に正式に廃校とした。そして4月1日に、正規小学校と統合した、新しい磯部小学校が開校し、4月6日に、開校式を挙行した。また2016年3月19日には、 島市立磯部幼稚園と島市立下野郷保育所を統合した島市立磯部養保園が高知の製法に完成し同年4月1日に開園した。学期ごとに学校開放日を1日設け、保護者は朝の会から帰りの会までの間、授業のみならず給食の時間なども自由に見学することができる。この日に合わせて学習発表会を開催し、 1>, 1学期に3年生と6年生、2学期に2年生と5年生、3学期に1年生と4年生が全校生の前で学習の成果を披露する。旧坂崎文校は本校にはない一輪車を使ったパフォーマンスなど文校独自の教育が行われていた。また多くても1学年3名ほどだったため複式学級になっていた。運動会や修学旅行などの学校行事は 本校と合同で行うものがあった。校歌は、峰を進むの作詞、大垣薫の作曲で3番まである。1番に法治宮、2番に、伊蔵の裏と、伊蔵宮、3番に、大無関とークの名称を歌い、それぞれ誉れ輝く磯部校で終わる。2部が唱付きである。2016年の正規小学校との統合再編を記念して、式典で聖唱される。 指揮下が新たに制定された。指揮下には次の夢へという題名がついている。磯部小学校の通学区域は広く、電車やバスで通学する児童もいる。広い校区を利用し、授業の一環として校区探検を実施し、3年生から4年生の時に校区内をすべて回って地域の環境や地場産業を学ぶ。校区は以下の通り。付近には 磯部中学校と、島高等学校、島市歴史民俗資料館、法治区、飛ば市税広域連合本部がある。三重交通バス、磯部小学校前バス停より、徒歩、約2分、近鉄島線島磯部駅より、徒歩約8分である。ありがとうございます。